ビットコインの話なんですけれども、このビットコインは、植草さんにお話をお聞きしたいんですけれども、こちらなんか急落してるんですか？はいはい、ビットコインとはこの暗号通貨といっても、なかなかこう分かりにくいと思うんですけれども、はい、まあ、基本的には新たに通貨を発行するんですね。で、この通貨を発行するっていうのは巨大な利権なんです。これシノリッジっていうんですけど、もともとは封建領主の権利、封建領主が通貨発行する。例えば一竹さんという、もし新たな通貨発行してそれを100万円で売るとします。そうすると1個売っただけで100万円入りますし、100個売ればですね1億円入るわけですね。この通貨を発行するというのは発行収入が発行者に入るので巨大な利権ですから、今まではそれは国家にしか認められていない権利だったものを、ブロックチェーンというのは新しい技術を使うと一応安心して使えるものができるので一般に開放されていると。これでタケノコのようにですね、たくさんこう新しい通貨が出てきていると。ただその通貨の価値というのを決める基準というのはないので、現状ではもう投機の対象にしかなっていません。それともう一つは、先ほど話にもありましたけれども、まあ、巨大な電力の消費なども伴うというようなことなので、そういう価格変動に影響力を持つ人が発言するだけで価格も変動してしまうので、まあ、場合によってはこれインサイダー取引というか株価操縦みたいな形で、値段が下がるような発言をしてそれで儲けるとか、また値段が上がるような発言して儲けるというようなことで、非常にこう、ブラックな社会になっていってしまう。中国の場合はいずれデジタル人民元に統一しようという考えがあると思います。これは国家が管理する暗号通貨になれば、人々の資金のやり取りを全て把握できるので、まあ、中国政府はそういうことを考えているんだろうと思いますけれども、まあ、現状では存在する暗号通貨というのは、まあ、かなりこの投機の対象になってしまっているので、それを購入する方は投機というふうに割り切っていないとですね、非常に危険だと思いますね。なるほど。このビットコインはね、やはり植草さんおっしゃった通りなんですけど、中国政府や自分の共産党支配が揺らぐのを非常に恐れてるんですよ。でジャック・マーというのアリババの会長もね、ちょっと痛めつくられました。ちょっとこう中国に企業制度を批判した途端やられましたね、非常に神経質でね、特にこのビットコインは まさに植草さんがおっしゃったように国家主権を揺るがしかねないわけです。これ中国共産党にとっては大問題なわけですよね。だからまあそれはもう中国政府が徹底的に反対するのは分かりますよね。なるほど、ありがとうございます。続いてニュース4本目な